はい、ハギさんです。ちょっとね、車を走らせて、今、沼田市の吹割の滝の場所に来てます。有名なとこですよね。日本の滝100選に入っている滝になりますので、ちょっとね、行ってこようかなって思っております。ね、すごくね、夕方で日がね、まだまだ長い日なんでね、でもね、もしね、皆さんも寄れたらいいんじゃないですか。お、なんか、優遇です。決まり。虹が見えるので、願い事と叶えることが伝われてますと。じゃあ、ちょっとね、この奥なので、行ってみましょう。着きましたよ。こんな感じです。いろんなところからね、見えるみたいなんでね、ちょっとぐるりと回ってきてみましょうか。穏やかな流れですけど、すごいね、水浴びとかしたいぐらいだけど。しちゃダメよって、これ岩盤だからね。すげえな。大雨降ったらこんなの。おお、すげえな。何がすごいって、ほら、奥のところスポーンってなんか抜けてるじゃないですか。すごくない？またちょっと撮り方変えるよね。はい、じゃあね、今じっくり見てもらったと思うんですけど、久々に来ましたね。気持ちいい、風が気持ちいいと、水がこんな、周りはこんなやっぱりえぐられてるの感じなんですよね。で、やっぱ奥の方に観音様がいるみたいなので、ちょっと行ってみたいなと思います。で、せっかく来たんでね、滝だけ見るんじゃなくて、その滝の外周見たりだったりとかね、で、なんか覗けるとこがあったら覗いてみようかななんて思いますんで、それでは行ってきます。で、ちょっとね、歩いてきました。今、吊り橋のところなんでね、すごい綺麗なとこですよ。こっちも知らなかった。
その観光客はね、大体あっちばっか見るんですけど、つり橋というか普通の橋ですな。来ましたね。浮島。再生入れておくか。予定ができないんでごめんなさい。なんかお寺さん観音様に来た感じ。由来書いてるけど、うん、文字見たい人は一時停止してね。こんな感じになってますよ、ね、ちょっと歩いてみましょうか。はい、萩さんです。実はね、吹割の渓谷をぐるーっと回ってきたんですよ。なんか景色がいいところあるって書いてあったんですけど、残念ながらですね、木がいっぱいで全然見えなかった。確かにすごい高いところから吹割の上から覗くような感じだったんですけど、まあ、30分40分歩いてあまり成果なかったんで遊歩道だけはガンガンやってみました。今ね、マストビの滝っていうところに行ってます。先ほどの吹割の滝よりかもっと南のところにあるんですけどね、まあ、同じ遊歩道になってますので、まあ、一緒に見ても全然大丈夫なのかななんて思ってますので、ちょっと撮影していきたいなと思います。では、じゃあ行きますか。またね、滝の方に行くと思うんですけど、他は何があるのかな。でも渓谷が素晴らしい。あ、ここもいいね、この落ちてる感じが。
みますか。まあ、撮れたかな。萩さん、ちょっと動画に来ろうっていうまた新たな目標が出てきましたのでね、この喋りと動画の撮り方、研究ですよ、日々研究。いやー、これを、この迫力をどうやって撮るかだな。これすごいもんね、これ下からさ、ってやったって、ねえ、高さをどうやって表現していいかがね、分かんねえな、難しい。あれ、こっち来た時なかったっけな。やっぱり昔の記憶はちょこっとしかないから。でもこれすごいね、この関係感じ。おお、これはいい。こっちも、こっちのロケーションもいいですね。そんなに離れて、家から離れてないとこなんですけどね、こういういいとこがいっぱいあるっていうのは。飛ばしてるな。いいのかな。ドローンはまずいだろう。はい、じゃあね、今ぐるっと光の滝回ってきました。いいですよ、楽しかった。森林浴と水、この2つが合わさってね、最高ですね。まあ、ここのね、デメリットとしてはね、雨が降った時はまず来れません。雨が止んで、この白線の中でしっかりできるようなところになってからじゃないとね、安全に歩くことができないかと思います。で、本当に雨降った後は滑って転んで中入ってと大変だと思いますので、それだけは急注意していただきたいなと思います。で、まあ、でもね、本当にフラッと来るにはいいところじゃないかなと思いますよ。群馬県いろいろと見るところも多いかなと思いますので、まあゆっくりね、私も行きたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。では。